弟子たちが、はい、畑を通りました。それで腹ペコになっちゃったの。安息日に、はい、放つんで彼らは食べ始めたのね。それを見たファリサイ人たちが因縁をつけた。安息日してはいけないことをやってる、ね、安息日に、はいはい、放つんだ、はい、これは、はい、食べてはいいんですけどもね、旧約聖書にあるように食べてはいいんですよ、畑のもの、はい、だけど放つんだ、安息日に放つんだということは働いたことだよ、ふうふう吹いたこともね、はい、殻を吹いたことも働いたことだよ、安息日をしてはならないことをやってると、こう訴えてきたんです。イエス様はそれに対して、はい、答えました。法を積んだ、はい、そのことはいい、はい、法を手で揉んだことが、脱穀したことが、これは労働です、うん、揉み殻を取り除いたことも労働です、はい、それは安息日を犯したことになります。イエス様の答え、はい、ダビデとその連れの者がひもじかった時に何をしたか読まなかったんですか、はい、あのサムエルの神の家に入って祭司のほか自分も友の者たちも食べてはいけない備えのパンを食べましたよ。また安息日にその宮で仕えている祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないこと、安息日にねねパンを取り替えるわけです。取り替えたその古い方を彼ら食べたんだ、破ったんだ。立法で読んだことはないんですか、彼ら破ったことにはならないんですよと、うん、ここに私、宮よりも神殿よりも大きなもの、私がいるんですとこう言った。神殿は何を表してるんですか、イエス様を表してるんです。生贄は何を表してるか、イエス様の十字架を表してるんです、うん、ここに宮よりも大きなものがいるんですよと、うん、私は憐れみは好むが生贄は好まないというこの言葉、ホセア書の6章の6節の言葉がどういう意味か、ね、はい、学びなさい、うん、神の御心は一体何なのか学びなさいよ、うん、はい、ホセアの6章の6節、はい、神様は生贄よりも憐れみを望まれるということを言っている。生贄の儀式よりも憐れみのことを、儀式を通して神様がそこにいるということを表しているわけですけれども、その儀式よりも、はい、そうではなくて神の憐れみ、人間の罪を許し、ね、そして忠実に神の言葉を、ね、実現してくださるこの方、ね、神様の憐れみと忠実さ、はい、これに生きること、神殿よりも、はい、これをするのが神殿ですけれども、神殿よりも大いなる私、生きた、はい、私、本物の神殿が今ここにいて、その私に弟子たちは仕えているんだ。私が安息日というものを作ったというのは私なんですよ、安息日の作った主は私なんですよとイエス様は、その私に仕えてるんだ、安息日に破ったことじゃないんだよとこう言った。これが2000年前のユダヤ人は、ね、どうしても分からなくてイエス様十字架につけた。イエス様、ね、神を冒涜する人間、安息日を破った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 ってありとあらゆるところに出てくる、うん、何言ってんです、安息日の主なんだ、安息を与えるのは、本物の安息を与えるのはイエス様、うん、と言って、はい、イエス様に仕えるということは、はい、イエス様の首輝きを追う、その首輝きは追いやすく、そのには軽いんですよということを今具体的にこうして、ね、弟子たちは訓練を受けているんだということをどうぞ覚えていただきたいなとこう思います。はい、以上です。ご見せください。355番、これを歌って最後の人は。
それで癒しのためにお祈りします。天のお父様ありがとうございます。イエス様のなさいとの血潮を感謝します。安息日の主なるイエス様、あなたを心からあがめ賛美します。どうぞ我らのために血を流し、また我らの罪を、我らの病を担い、罪を担ってくださったあなたの家に感謝します。イエスキリストの打たれた傷によってあなた方は癒された。聖霊様、どうぞお一人々の今魂に乗り望む、またどうぞ肉体の病のところに触れ、あなたの栄光、キリストの恩、血潮の栄光を豊かに表してくださいますように。我らの不信仰を清め、疑いの心を清め、どうぞ神様、我らの唇を清め、どうぞあなたに栄光と賛美と感謝を捧げることができますように、信仰の言葉を語ることができますように、愛の言葉を語ることができますように、従順の言葉を語ることができますように、助けてください。お願いをいたします。魂をイエス様の何をとまり命令する、完全に健やかになれ、健やかになれ、健やかになれ、癒されよ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 。聖霊様、どうぞ肉体のやめるお一人一人、どうぞ内臓から、どうぞ脳の働きから、どうぞ筋肉、腱、筋にまで、血管にまで、あなたの癒しの御業をなしてください。病の霊、イエスに何をと前を縛る、完全に健やかになれ、健やかになれ、健やかになれ。聖霊様、どうぞお一人一人を健やかに解放を与え、どうぞ清めを与え、どうぞ主がどうぞ癒しの御業をなしてください。お願いをします。イエス様、何よって信じ感謝して祝福します。アーメン。それでは聖霊祝と賛美歌の7番、父御子御霊、これを歌います。神の愛、聖霊の親しい恩交わり、御前にあります。愛する兄弟姉妹たちと共に、今も後もよよ限りなくあらんこと。アーメン。地域集会しずく石に行きます。映画会です。しずく石の公民館ですね。しずく石公民館、駅の近所です。5時半からいます。いつも、はい、朝日工芸さんが一面に、一番トップに、はい、案内を出してくださるので、多くの人が来られて感謝しております。はい、そして、今週は今私が話したように、首都圏の伝道ですよということです。はい、目黒線ですか、何か、はい、その新丸子というところに行きます。帰りに、はい、東横線の、はい、私が昔1年間下宿させてもらった、はい、その家庭教師やった、はい、地主さんがいるんですが、50数年ぶりにそこを訪問してみようと思っております。その息子さん、一人息子に教えておりました。はい、両方とも息子なんですけども、はい、と言って、はい、今週は同時に、はい、よしこ牧師は連合の教育者会に出ます。私は連合の教育者会にはよしこさんが代表で出てもらいます。菅野教会である、はい、東野の集会が、家庭礼拝があります。これは新田姉妹のお宅ですね。はい、18月は8日9日は仁王ジャイアンツが、北東部の大会、青森市八戸ですね、正確には八戸の、はい、青森市、体育総合運動場広場と、ね、そこでやるらしい。岩手で、優秀な成績を上げたので、はい、何チームか代表になって、はい、北東北、秋田、青森、岩手、そこに出られるんですね。まあ、
大変な、私は監督さん、コーチさん、活躍してる。私も応援に行ってる。はい、ですから神、彼らも応援してる。我らの神様素晴らしいとかなんとか言ってね、聖なる人じゃない。イエス様のことを言ってんだなとは私も思ってますけれども、はい、そんな応援をして、私も応援をして。子供伝道、はい、あとネパールの人たちも、はい、河川敷でよく会うものですから、はい、彼ら、ね、励ましたり、ね、交わりを持っております。ということで、はい、今週はそういう週になります。他に何かあと案内ございますでしょうか、ね、はい、マラソンとか、ね、民謡大会とか朝明けですね民謡大会、民謡とマラソン、誰が1位になったの、民謡は。名前ですか、はい、どこの人。秋田県の人。秋田県の人、うん、女の子、うん、お、何歳ぐらいの人。中学2年生と大人は22歳、うん、ああ、娘さんだ。正月ですね、震災からやってきます。ああ、それはすごいわ。それはすごい。声が違います。ああ、声がね、うん、はい、実は先週ね、うん、私は藤沢町に行った。ん、藤沢町にね、映画に行きました、うんうん、映画界にいつもね、4人の人が集まる、うん、その中の一人がね、バスガイドさん、うん、もう引退しました。このバスガイドさんがね、半端でない、あなたのそのお姉さんっていい人、上手なんです。ですから私、彼女に言いましたよ、あなた、民謡団の何度も歌ってるんだ、今度あなたの最後のよしこ僕の東北大会で優勝したけどね、今度あなたがね、神様の賛美をあなたも歌ってくださいよっつってね、頼んできましたよ。なんかね、知り込んでましたけどね、そういう人がね、ウィーサーチュン、忠実なの、もう10年以上ここに来てんの、映画館バスガイド、はい、そういうことで、22歳です、ね。